腹減ったぞ。猛烈に腹減ったぞ。しょうがねえからあいつのところにでも行くか。あいつならきっとなんか食わしてくれっからな。じゃあ行くぞ。この地図わかんねえぞ。風助の目指すところは東京は神田にある集英社。今日はそこに人空の生みの親桐山浩二先生がいらっしゃっているのだ。このビデオを手に入れた君にだけとっておきの情報を教えてくれるはずだ。見終わった頃には君も風助の絵が上手に描けるようになっているかもしれないぞ。それでは着くまで待っててくれ。どうも、こんにちは。空調全然効いてないです。はじめまして、桐山浩二です。今日は人空のスーパーマルビデオということでよろしくお願いいたします。まずは桐山先生にいくつか質問に答えていただこう。先生の子供の頃は一体どんな子供だったんでしょう？とにかく野球が好きで、毎日のように野球をやってました。そういう子供でした。では、漫画家を志したきっかけは何ですか？野球が題材になってた、ドカベンという漫画がとても好きで、で、そのうち野球が好きなことから、徐々に、その、ドカベンっていう漫画の方に興味が出てきて、そっから、ドカベンの似顔絵とかを描き始めたりとかしたのがきっかけです。はあ、そうなんですか。影響を受けた漫画はどういったものがありますか？ドカベンに影響を受けて、その後その漫画の面白さみたいなのを教えてもらったのは、やっぱり、ちょっと自分の生まれた年なんで古いんですけど、男一匹ガキ大将という、作品が非常に影響的には大きいですね。人空の中で一番気に入っているキャラクターは誰ですか？はっきり言って本当は全員なんですけれども、やっぱり、なんだかんだ言っても風助がいないと人空っていうものは成り立たないんで、もう気に入ってるどうのこうのというよりも、もうほとんど人空といえば風助という感じで自分は、作品を作ってます。そうですよね。では今後の風助たちの活躍を教えてください。風助に聞いてください。それでは風助の描き方をここでみんなに教えてあげてください。はい、わかりました。
すげえ迷ったぞ。おお、ふうすけ。金持って結構腹減ったぞ。でもここ何にもねえな。そうか、ちょっと待ってて。うん。うおお、おめえやっぱりいいやつだな。食った食った。ふうすけも、ここまで大きくなってきてですね、身長とか大きくなってないんですけれども、なんか一人歩きを始めた感じで、これからも皆さんと、一緒に成長して、自分も含めて成長していけたらいいなと思ってます。そういう作品を、書いていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。ってことで、これからも俺の活躍はテレビやビデオでじゃんじゃん見られるぞ。俺も技を磨くから、みんなも応援してくれよな。じゃ、また会おうな。うん、また腹減ってきたぞ。